イグナシオカ・カマーチョ・バルノラは、スペイン・サラゴサ出身の元サッカー選手。ポジションは MF。アトレティコ・マドリードの下部組織出身。父が、プロサッカー選手であり、兄のフアンホカ・カマーチョも、リーガ・エスパニョーラでプレーした元プロサッカー選手である。2008年3月、第26節の FC、バルセロナ戦で、わずか17歳で、リーガデビューを飾り、その後すぐに、ピポーテとして、 レギュラーを獲得した。パートナーのラウル・ガルシアのサポート役として、若くして、才能を世に知らしめることとなった。2008から09シーズンは股関節痛に悩まされ、また、監督交代の影響か、出場機会に恵まれず、8試合240分間のみの出場だった。U-17 スペイン代表として UEFA、U-17 欧州選手権2007で、 優勝した。U-19 スペイン代表ではキャプテンを務めていたが2009年7月に股関節痛を解消するための手術を受け、同時期に行われた U-19 欧州選手権には出場できなかった。2009から10シーズンは再度の監督交代による戦術変更の影響もあり、レギュラーに定着することができなかった。2011年1月、 チームメイトのセルヒオは戦法と共にマラガ c F に移籍した。2017年からは VFL ボルフスブルクでプレー。しかし、度重なる怪我に苦しみ、2020年9月14日に引退を表明した。ありがとうございます。